辻元氏シャドウ横断認め謝罪、はい、動画拡散二度としないっていう、はい、いややっぱ辻元さん持ってるなと思うんですけれどもビシッと取られたって。そうですね。11月18日、はい、午前11時半ごろ国会議事堂近くで撮影された映像、信号待ちのため右折専用レーンに止まった1台のタクシー、後部座席のドアが開くとオレンジ色のダウンジャケットのような服を着た女性が降りてきた、うん、手にバッグと紙袋を持った女性は中央分離帯の植え込みを踏み越え車道にもかかわらず早足に横切っていった、この女性が立憲民主党の辻元清美議員ではないかとネット上で話題になっていたのだ。27日正午過ぎ、辻元議員に動画について尋ねると映っていたのは自分だと認め謝罪をしたということなんですね、はい、うん、土曜日だったんですけど電車に間に合わなく、間に合わなくって、議員会館に忘れ物をしたのを途中で思い出してそれで途中で降りて渡っちゃったんですね。本当に猛省して私相当落ち込んでますっていう、はい、いや落ち込んでるっていうかそういう話なのかなっていう。そうそうそう、まあ僕こう政治家言わなきゃいけないのか知らないですけど、うん、ここまで言う必要もないかなっていうかね、まあ何これぐらいのことってみんなあるわけですよ、はい、急いでる時にちょっと。いや、ただこれ右折レーンですからね。右折レーンの赤信号で降りることして降りて渡ったっていうのは、うん、もちろん危ないっちゃ危ないかもしれないけれども、はい、なんかそこまで、いやまあ左車線だったら分かりますよ、はい、だけどこれ右折レーンの、はい、もう青になるかなっていう時に降りてっていうのは、はい、まあ、後続車両とかいたら迷惑になりますし、いやというかだって後続車両いるから撮られてるわけですからね。まあそうですね、うん、動画に撮られちゃってて、ね、あれなんですけど、まあまあ、国会議員だから自重すべきっていうのはあるんだけども、うん、なんかまあそうね、ここまで反省してますっていうとこまで言う必要が、うん、はい、すいませんでした急いでたんでっていうぐらいでいいんじゃねえかっていう。いや和田さんこれあれですよ、はい、和田さんの倫理観が問われてますね、はい、あ、そうです。 僕はちょっとはみ出るタイプなんですよ。ちょっとだけ、はい、ちょっとだけですよ。言っときますけど、いやこれはちょっとやっぱ危ないなというふうに思いましたし、はい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 、まあね、はい、そのたまたまその正面にいた警察にもちょっと注意されてるんですよね、はいはい、この映像の中で。なるほどね、はい、あとこれがやっぱ流出したっていう、はい、やっぱ有名人ゆえの、はい、そうですね、はい、というのが、はい、まあ、良くなかったんじゃないかなと思いますけれども、ね、はい、いや辻元さんね、これ言い訳、なんか別の言い訳とかだったら、はい、ちょっと同情買ったんじゃないかなと思うんですけど、これどういう風に言ったらよかったですかね。いやちょっと漏れそうでとか。そっちか。ちょっと吐きそうでとか。そっちか。あ、なるほどね、漏れそうでとか、じゃどうしてもっていう時だったら、ね、はい、もうそれ以上何も言えないじゃないですか。あ、なるほどね、うん、漏れそうで、ちょっとどうしても、はいはい、ちょっと今日最近ちょっと下してしまってみたいなことだったら、さすがに誰も何も言えないんじゃないかなと、はい、行為自体は良くないですけどね、はい、うん、なんだけど、まあじゃあしょうがないかと、はい、いうことになるんじゃないかなと。まあ、時間に余裕を持って、うん、忘れ物とかないようにするっていうのが、はい、まあ、一番重要なんじゃないかなと思いますけどね、はい、岸田政権の話に戻すと、はい、まあ、その評価すべきところはしっかり評価して、うん、そうそう、いやそれこそだって安倍さんでもできなかったようなことをやってきてるわけですから、やっぱ是々非々っていうのはすごい大事ですからね、うん、はい、ちゃんと、ただまあ本当増税だけはしないでくれと思いながら、うん、まあ、いろんなことを僕は見てるという感じですね、うん、そうですね。で一応ですね、うん、株価上がってるんですよ。上がってますね今。株価上がってるっていうのは、うん、いい政策だと僕は基本的には思ってますし、うん、あと為替もね、うん、いよいよ100、まあ、あれ146円とかまで来ていますしね、はい、ちょっと円高に是正していくんじゃないかと思いますけど、うん、はい、あと今給料上がってるところが、うん、もうかなり増えてきたっていう。あ、そうそう、実際、うん、ほとんどの会社が給料上がったっていうのを見ましたね、うん、ニュースが出て8割ぐらいの会社が給料さすがに上げたという、うん、この30年間あとはやっぱり、はい、増税をせずに、うん、さらにこう経済を盛り上げていくような形で、はい、しっかり経済成長していくような、うん、まあ、そういう政策が求められているんじゃないかなと、はい、国民キャッシュが残ってるっていう状況を作らないと、うん、やっぱ社会保険とかね、うん、あっちの方年金とかあの辺が上がりすぎちゃって、うん、まあ手銭が残ってないっていう状況になってる、ね、手取りが、そう、それがないとね投資もできないわけですから、うん、はい、消費もできない投資もできないわけですから、うん、そこをちょっと作ってほしいなと思います。そうですね、はい、いやだから賃上げの流れがしっかりできたら、うん、はい、
来年から日本って結構核変入るんじゃないかなと思うんですよね、うん、だって新ニーサも始まるし、そうです、みんななんか投資にそうですこう多分興味持ってる時期でしょうから、はい、なんかそれでどんどん経済が盛り上がって、そうです、である程度その投資でその資金が増えるなっていうのが分かると、はい、あ、投資ってこんないいんだと、うん、いうことでやっぱお金をどんどん使うようになるんじゃないかなと、まあ、後で岸田さんはすごい総理大臣だったなって思われる可能性あるんですよ、うん、新ニーサをやったから俺にね5000万円残ってってこれ岸田さんのおかげだなっていうふうに思う時が来るかもしれないと思います、うん、そうですね、そういうふうに、まあでも5000万円ぐらい金作るやつ全然出てくると思いますよ、うん、2000万突っ込んで5000万になるって全然いるわけですから、うん、全然岸田さんに感謝するっていう人が後にね、はい、後にですけどできると思います、はい、そうだからまずはこの3年をしっかりやって、そうです、まあ、なんとか2期目、はい、できるのかっていうところなんですけど、うん、まあその減税にしてもやっぱ来年のまあ夏近くになりますもんね、はい、そうです、まあ、その辺でしっかり効果実感できたら、まあ、支持率っていうのもそうです、まあ、多少いいのかなと、はい、でそれでまあ総裁選勝って、うん、まあ、その前後で、はい、あの衆院選とかをやって、うん、あの基盤を盤石にしていくというのが、はい、まあ、いいのかなと思いますけどね、その、まあ、慰安婦問題とかもね、うん、なんかまたあの判決が出ましたみたいなのもありますが、はい、うん、まあ、ユン政権の時には大丈夫だと思うんで、はい、ある程度はそうです、ね、話ができると思うんで、そう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 、今の間にこの5年の間にそう、はい、よくあの韓国の総理大臣がああだけどすぐ手のひら返しするからダメだっていう人いるんだけど、うん、いやいや、いい時に進められたら進めるのが政治家の仕事じゃない、うん、いい時にチャンスだからできることはやっとくと、はい、でまたひっくり返ったらひっくり返ったで、まあ、それは残念なんだけど、ただそのだからといって何もしないっていうのは政治じゃないと思うんですよ、うん、仕事もそうですもんね、はい、あの いずれ景気悪くなるから今何もしないとか言ったら、うん、そいつ仕事してないってことじゃないそうでしょそう、なんか不安が頭の中を支配しすぎですよ、ね、そうそうそう、だから韓国は本当すぐ手のひら返しするから、うん、韓国と仲良くする必要全くないねっていう人とかいるんだけど、うん、いやいやいやと、いや、そうだってビジネス的な交流もかなりやっぱ、はい、うん、まあ、長い歴史で見ると増えてるわけじゃないですか、はい、そうです、そうです、だからその交流も、うん、まあ、その両国間の行き来も増えてるわけですから、はい、うん、それはやっぱまあ最大限利用すべきじゃないかなと思いますけどね、はい、韓国からしても、まあ、あの一番近い民主的な国なわけじゃないですか、うん、そう、日本っていうのは、いや、そうなんですよ、本当に、今韓国製品でいいものも出てきてるし、うん、あと、韓国から見習う点ももちろん当然あるだろうし、うん、で交流もどんどん増えて、で韓国人がやっぱとにかく日本に来て金落としてくれてるんで ね、 そうですね、旅行で、うん、はい、そう、なんかやっぱ認識は改めるべきだなと、うん、まあ、常にやっぱ変わっていくの で、うん、やっぱその高齢者と若い世代の認識も違うし、うん、まあ、これは韓国もそうだし日本もそうですからね、うん、そうです、やっぱ高齢者世代、うん、まあ、かなり高齢の世代はやっぱ昔の記憶があるから、うん、なんかそのあんまりいいイメージ持ってないとか、うん、まあ、ちょっとなんか差別的な見方してるっていう人も中にはいるのかもしれないですけど、はい、まあ、若い世代も韓国大好きですからね、うん、そうそうそう、割とそうなんですよ、うん、はい、若い世代 の、 そのなんか歌とか、はい、ドラマとか、そうです、そういうもので、はい、うん、というので、まあ、なんとかね、はい、うまいこと今後もやっていただきたいなというふうに思いますね。はい、はい、岸田文雄さん、和也君こんばんは、首相の岸田ですと、和田君、私の実行力を分かってくれる人物がちゃんといたんだねと、私は嬉しくて眼鏡が曇ったよと、日本人は空気に流されやすいと山ほど姿勢の空気の研究でもう分かっているよねと、私は日本人のこの習性を利用するよ、岸田機関の草の者が日本人を空気で選手の文化に誘導するからね日本人は本質は世界最高の戦闘民族だからねと、うん、ちょっとありがたいですね、まあ、戦闘民族ってのは別に間違いじゃないですからね、はい、強いですからね、いや本気出すとめちゃくちゃ強いっていう、そうです、だから兵士のまあ連動というか、うん、はい、あの強さっていうのも、はい、やっぱその比べるとやっぱ相当高かったんじゃないかなと、はい、うん、戦時中でも思いますし、はい、まあ、今はちょっと分かんないですけど、はい、うん、まあ、昔はすごかったなと、うん、まあ、今も自衛隊ね、はい、もう訓練ものすごいやってますから、そうです、うん、ただやっぱ実戦をやってないので、まあ、そうですね、うん、その辺の感覚はやっぱ小さいというか大きいというか、うん、まあ、実戦始まったらいろんな問題が出てくるでしょうけど、うん、そこをね、あの上の人間がアジャストしてあげてほしいですね、はい、まあ、末端の兵士っていうか現場の兵士の人は僕は優秀、他の国のね、うん、兵士よりは優秀なんじゃないかっていうふうに僕は見てますけどね。そうですね。自衛隊の人たち。やっぱ他国に比べて、はい、なんていうか、やっぱ中国ってすごい汚職を撲滅だみたいな感じになりましたけど、うん、はい、日本そういうの、まあ、あるかもしれないですけど、はい、まあ、ビビたるもんでしょ。ああ、そうです。あったとしても。全然、全然ないと思いますよ。そうですね。なんか特に自衛隊とか、あの、もう汚職する
何かな、チャンスもないみたいな、カツカツしか回ってなくて、そうですね、そう、これでどう汚職するんだみたいな、汚職の規模が違いますよね、海外は。そう、それこそなんか今日あれベトナムかな、なんかニュースになってましたけど、うん、あの大規模な汚職があって、うん、もう2兆円規模だっていう、はい、もうとんでもないレベルのものがありましたけど、はい、日本にそういう億単位のものも少ないですからね。そうですね、だって自分で、ね、トイレットペーパー持ち込まなきゃいけないぐらいですから、汚職しようもねえよと。いやー、本当困ったもんですよね、はい、そういう意味でやっぱその予算をしっかり拡充して、うん、まずその人の確保っていうのが、そうです、まあ、重要になってくるので、はい、あのまあ、兵器も大事なんですけど、うん、人をいかに留め置くかっていう、はい、ところにも、まあ、しっかりお金を使うべきなのかなというところですね。うん。